こんなところに飲みかけの牛乳があるのだ。もったいないから飲んじゃうのだ。ごくごく、ごくごくなのだ。ズンダモン、ちょっといいか。なんなのだ、ユーセイ。お前が今飲んでいるのは牛乳じゃない。俺の精液だ。うげえ、そんなものコップに入れておくな、なのだ。あう、吐いたけど、ネバネバした生臭いものが喉の奥に絡まって気持ち悪いのだ。人のものを勝手に飲んでおいて、気持ち悪いとは失礼なやつだな。俺は自分の精液を水に溶かして飲むのが趣味なんだ。小太郎、竹広と3人で、ごっくんずという会を結成している。変態が過ぎるのだ。そうだ、よかったらお前も参加しないか。今夜も会合があるんだ。そんなクソカルトに参加するはずないのだ。そうか、残念だな。今日の会合は処女限定、自分の経血を飲む会との合同開催で盛り上がる日だったんだがな。ぜひ参加したいのだ。